外国人が感動する日本のファストフードを知っていますか？日本のファストフードは、外国人が感動するほど、人気があるって知ってたか？嘘でしょ。だって、ファストフードって英語だし、外国の方がポピュラーよね。外国でポピュラーなのは確かだが、嘘ではないぜ。日本の食文化が生んだファストフードが存在するからな。というわけで、今回は、外国人が感動する日本のファストフードを7つ紹介するぜ。視聴者の皆様も、感動した日本のファストフードを、コメントで教えてくれると嬉しいわ。というわけで、ゆっくりしていってね。一つ目は、牛丼だぜ。牛丼といえば、有名なチェーン店が複数思い浮かぶぜ。すき家、吉野家、松屋など、日本にはたくさんの牛丼屋があるよな。特に国内1位は、すき家だ。すき家は、1982年に創業した牛丼チェーン店だぞ。現在、日本国内に約2000店舗、海外に約650店舗を展開しているんだ。いつの間に牛丼は、帰国子女になっちゃったのよ。それだと、英語が喋れる牛丼みたいなことになってるぞ。牛丼は、ご飯の上に牛肉とネギを乗せて、甘辛いタレで味付けした料理だぜ。すき家の場合、牛肉は国産牛の肩ロース肉を使用し、厚切りで柔らかく、タレとの相性抜群なんだ。想像しただけで、美味しそうだわ。日本人にとって、牛丼は国民的な食べ物よね。誰もが知ってる食べ物だからな。ふっくらと炊き上げられた日本米は、牛肉とよく合う。ネギは、シャキシャキとした食感で、牛肉の旨味を引き立ててくれるぞ。考えたことなかったけど、牛丼はファストフードだったのね。牛丼屋は、客単価は安く、店内の回転率を早くすることで成り立っている外食産業だからな。日本のファストフードといっても、過言ではないぞ。そんな日本の牛丼の良さは、何かしら？牛丼の良さは、安くて美味しいことだ。すき家の牛丼は、並盛りで390円。この価格で、国産牛の肩ロース肉を使った牛丼を食べられるのは、すき家ならではなんだぜ。また、すぐに食べられるのも良さの一つだ。すき家の牛丼は、注文を受け、すぐに作られるので、出来たての熱々をすぐいただくことが可能となっているぞ。安くて、美味しくて、早く食べれるなんて、良いこと尽くしだわ。しかも、メニューだって豊富だしな。すき家には、牛丼以外にも、カレーや炭火焼き鳥丼、サラダなど、サイドメニューも充実してるんだ。マグロユッケ丼といった海鮮タイプもあるぞ。なんなら、定食メニューや朝食メニューもあって、朝から晩までいつでも利用しやすくなってるからすごいんだ。定食メニューは、バランスよく食べられるから良いわね。そうなんだ。味噌汁がついているし、豚汁にもできるからな。サラダも注文すれば、健康的にもいいぜ。外国人には、日本の食文化を手軽に感じることができて、美味しいご飯も食べれて一石二鳥よね。外国人からは、以下のようなコメントが出ていたから、いくつか紹介していくぞ。大盛りでも500円以下、注文してからすぐ提供されるし、味も美味しいし。牛丼は本当にすごい食べ物だ。これはアメリカ出身の30代男性からのコメントだそうだな。大盛り500円は、日本人でもすごいと思ってるわ。ネギ玉牛丼を一口食べてから癖になりました。白身も乗せるのが好きです。こちらも、アメリカ出身の男性からのコメントだったぞ。外国人が生卵を食べるのは珍しいわね。ハマっちゃったらしょうがないわ。実際、牛丼のタレと生卵はとても相性が良いからな。あの卵が乗った牛丼のコクは、なんとも言えない美味しさよね。このように牛丼は、コスパが最高に良く、美味しい、かつ、時間がない時もさっと食べれると、外国人が感動するほど人気なんだ。様々なメニューも楽しめるし、日本の食文化を気軽に体験できるのも良いところね。老若男女、幅広い世代、誰もが楽しめる牛丼は、国をも超えた人気だということだから、覚えていてくれよな。久しぶりに大盛り牛丼を食べに行こうかな。二つ目は、立ち食いそばだぜ。まさに日本のファストフード。忙しい会社員や学生にも好評な、立ち食いそば。座る必要もなく、さっと立ち寄って、美味しいそばを食べれるのが良いとこだよな。立ち食いそばといえば、名代富士そばだぜ。通称、富士そばは、1966年に創業した立ち食いそばチェーン店だ。現在、日本国内に約1300店舗、海外に約10店舗を展開している。富士そばのそばは、安くて美味しいと評判で、会社員や学生など、幅広い層に人気があるぞ。ちなみに、立ち食いそばっていつ頃からあるのよ？立ち食いそばという外食用の歴史は、1966年創業の富士そばが始まりだと言われているな。歴史的な起源としては、江戸時代の江戸のそばの屋台だそうだ。屋台やビル街の地下や1階などに多くあり、安くて早く食べられることが特徴だ。立ち食いそばの値段は、通常1000円以下で、10分程度で食べることができる。入ってすぐ、あっという間に食べられるから、そばを食べたかすら忘れそうね。それはただ記憶が危うい人だぞ。でも、それほど早く食べれるでしょ。そうだな。さっと入ってさっと食べれる。そんな立ち食いそば屋の富士そばのメニューは、結構、豊富だ。かけそば、盛りそば、きつねうどんや天ぷらそばと様々なそばを食べることができる。でも、ちゃんとご飯ものもあるんだぜ。カレーライスに、カツ丼。そばとミニ丼セットやミニカレーセットなんかもできるのよね。随分と詳しいな。立ち食いそばにハマってた時期があったのよ。で、最終的にそばだけじゃなく、全メニュー制覇したのか。だって、そば屋のカツ丼って美味しいじゃない。霊夢の食い意地は、健在だったぜ。失礼しちゃうわね。立ち食いそばという名の通り、店舗に椅子のないところもある。だけど、2000年以降の富士そばでは、椅子席もちゃんと備えてあるぜ。だから、女性や家族客の利用もできるし、今では幅広い客層にも応えられるようになってるんだ。そばってあっさりしてるから食べやすいのもいいわ。確かにな。軽食としてもおすすめだぜ。そんな立ち食いそばは、外国人にも喜ばれている。特に忙しくて、食べる時間も惜しい人にはおすすめだな。観光できて、そんなに慌ててそば食べていくのも珍しいわね。日本の忙しい会社員や学生を見れる珍しい場所だから、面白いだろ。黙々とそばを食べる日本文化を感じられるぜ。あと、電車の待ち時間でさっとご飯食べたいという場合にも良いかもしれないわね。というわけで、立ち食いそばは、安くて美味しい、気軽に立ち寄ることができる、日本の独自のファストフードだということが分かっただろ。まさにジャパンスタイル、ファストフードだったわ。3つ目は、ラーメンだぜ。ラーメンは、日本で最も人気のある食べ物の一つだ。その歴史は古く、原型とされる食べ物は、中国から伝来したと言われているぞ。ラーメンは、スープと麺、具材で構成されており、その種類は非常に多彩だ。豚骨ラーメン、醤油ラーメン、味噌ラーメンなど、日本全国には様々なラーメンが存在する。ラーメンは、日本のソウルフードだわ。確かにな。そして、ファストフードとしても優秀なんだぜ。ラーメンは、手軽に食べることができる食べ物だ。なぜなら、多くのラーメン店が数分でラーメンを提供することが可能なんだぜ。そのため、ラーメンは、忙しい人や、手間をかけずに食事をしたい人々に人気がある。でも、ボリュームもあるし、安いし、美味しいから最高よ。一度食べたら止められないぜ。そして、ファーストフードとして、提供の速さは重要だ。そんな提供の速さですごいと言ったら、ラーメンチェーン店の一蘭はすごい。一蘭は、1960年に福岡で創業したラーメンチェーン店だ。一蘭のラーメンは、豚骨ラーメンで、その濃厚なスープが特徴となっているぞ。そして、注文を受けてから作られるため、常に出来たてのラーメンを楽しむことができる。また、ラーメンのトッピングを自由に選ぶことができるのも、特徴だ。一蘭といえば、カウンターでしょ。まさに、一蘭が提供の速さですごいのは、そのカウンターのシステムにあるんだ。一蘭のラーメン店は、すべてカウンター席のみとなっている。これは、一蘭のラーメンに集中して美味しく食べてもらうためなんだぜ。一人一人、しっかりと区切られているところが、面白いのよね。また、客一人一人の要望にできるだけ応えられるようにと、オーダーシステムは用紙で選択、記入して出すという形をとっているんだな。味の濃さから麺の硬さ、こってり度、ニンニクにネギ、チャーシュー、秘伝のタレの辛さ度合いまで、様々選択して注文することができるぜ。だから、一蘭のラーメンでも客一人一人によって味が違って、こだわって食べられるのよ。しかも、一蘭ならどこの店舗に行ってもその美味しさを味わうことができる。一蘭の良さは、そこにあるよな。あのカウンターのおかげで、一人でも行きやすいし、気軽に行けるから、外国人の方にもおすすめしやすいんだ。一蘭を利用した外国人の感想があったから紹介するぜ。あの時食べた一杯を忘れられず、ずっと何度も通っています。どこの店舗に行っても、味のクオリティが一定なことに驚きです。これはアメリカ人の女性からのコメントなんだぜ。忘れられないほど、美味しかったのね。また、次のような感想もあったんだ。一蘭は店内も面白いです。一席ごとで仕切られていて、すだれが上がったり下がったりして、まるで忍者が出てきそうな世界観。忍者が出てきたら、本当に面白そうだわ。いや、それはもはやラーメン屋じゃないぞ。他には、どんな感想があったのよ？あとは、注文する際の用紙に英語があったことがわかりやすくてよかったということもあったな。ちゃんと、外国人への配慮もあるのね。あの安さであのクオリティを出すのはアメリカでは考えられない。まるで一流レストラン並みのクオリティ。一杯のラーメンを作るのに仕込みから何時間もかけていると聞いてびっくりしました。この2つもアメリカ人女性からのコメントだったぜ。美味しさ、安さ、仕込みにさえ驚きを感じてくれているそうだな。カウンターシステムは、女性人気を獲得していることがわかるわね。このように日本のラーメンは、ファストフードとしても好評なんだぜ。特に、一蘭は独自のカウンターシステムもあって、誰もが食べやすい環境を提供してくれている。日本に旅行に来たら、ぜひ日本のラーメンを味わってほしいものね。4つ目は、天丼だぜ。天丼とは、ご飯の上に天ぷらを乗せた日本の丼料理だ。天ぷら丼の略称ですが、現在では、天丼と呼ばれるのが当たり前だな。天丼の天ぷらには、エビやイカ、ホタテ、キスの魚介類と、ナス、ピーマン、カボチャなどの野菜も使われるぞ。天ぷら料理の天丼をファストフードにするのは、無理でしょ。いや、天丼は昔から安く早く提供され、東京の庶民に古くから親しまれてきた日本のファストフードと言われているからな。知らなかったわ。天ぷらは、サクサクとした食感と、魚介類や野菜の風味が絶妙にマッチする。ご飯との相性も抜群で、甘辛いタレと天ぷらの風味でご飯が進む、食べ応えのある一品なんだ。天ぷらを贅沢に味わえる料理よね。丼物としては、定番の一種として有名だよな。天丼の起源は、江戸時代の日本だ。詳しくは諸説あって、はっきりはしていない。その中の一つを紹介するぜ。定番の諸説あるパターンね。天ぷらがポルトガルから伝来した室町時代、天ぷらは高級料理だったぞ。なぜなら、油が貴重な時代だったからだ。しかし、江戸時代になると、油の生産量が増えたぞ。なので、日本のファストフード店とされる、屋台で天ぷらが、庶民にも食べられるようになったんだ。屋台で天ぷらを売ってたのは、想像できなかったわ。確かにな。そんな屋台の天ぷらを効率よく、早く、食べやすくした丼物の料理として、天丼が誕生したと考えられているそうだ。天丼は、江戸時代の庶民の間で人気を博し、現在では日本全国で食べられる定番の料理となったわけだな。まさに日本版のファストフードだったわ。日本の食文化に、昔からファストフードというものがあったことがわかったな。現在、天丼のチェーン店として、天丼てんやがあるぞ。天丼てんやは、1989年に創業した天丼チェーン店だ。現在、日本国内に約160店舗、海外に約30店舗を展開しているんだ。ファストフードとして素早く提供するために、コンベア式フライヤーを使用して天ぷらを揚げているそうだ。ファストフードの速さを出すための、企業努力がすごいわ。天丼の良さは、安くて美味しいことです。天丼てんやの天丼は、並盛りで590円だ。この価格で、新鮮な魚介類と野菜を使った天ぷらを食べられるのは、天丼てんやならではだぜ。しかも、天丼てんやでは、メニューの種類が豊富だ。天丼、天ぷら定食、天ぷらそばなど、様々な形で天ぷらを食べることができる。天丼だけじゃなく、天ぷらを楽しめるのは、最高ね。また、天ぷらの種類も豊富で、定番のエビやキス、鶏天など、舞茸やレンコンから、カニカマ天というのまであるぞ。それらの天ぷらが豊富に乗った天丼は、まさに贅沢な一品となっているぜ。日本食の天ぷらを手軽に楽しみたい外国人に、絶対おすすめだわ。確かに、天ぷらを手軽に安く食べたいとなったら、天丼てんやは最高だな。ぜひ、東京に行く機会があったら立ち寄ってみてほしいわね。5つ目は、うどんだぜ。うどんでファストフードと言ったら、丸亀製麺でしょ。すごいな。まさに丸亀製麺を紹介しようとしていたぜ。丸亀製麺ほど、うどんをさっと手軽に食べられるチェーン店はないんじゃない？そこまで褒めるなんて、丸亀製麺の回し物だな。違うわよ。丸亀製麺は、2000年に兵庫県加古川市で創業したうどんチェーン店だ。現在、日本国内に約1000店舗を展開し、海外には約230店舗がある。日本のうどんチェーン店が、海外進出してるのは、驚きね。日本のうどんは、海外にも受け入れられてるんだな。日本人として、嬉しいことだわ。丸亀製麺のうどんは、さぬきうどんと呼ばれる、コシのあるうどんだぜ。丸亀製麺では、店内製麺を行っていることが売りとなっている。厳選した純国産 100% の小麦粉を使用し、打ちたてのうどんを提供しているんだ。うどんは、注文後に茹でるため、常に出来たてのうどんを楽しむことができるぞ。また、丸亀製麺のうどんは、価格が比較的リーズナブルで、手軽に食べられるのも特徴だ。出来たてのうどんなんて、なかなか安く食べられないわよ。そんな丸亀製麺の注文システムは、非常にシンプルだ。まず、好きなうどんの種類を選ぶのだけど、釜揚げ、うどん玉のどちらかだな。次に、うどんの量を選ぶぞ。うどんの量は、並盛り、大盛り、特盛りの3種類から選ぶことが可能だ。最後に、お好みでトッピングを追加することができる。トッピングは、天ぷら、天かす、おろし生姜など、様々な種類があるからアレンジしやすいぜ。どんなうどんが食べられるのかしら？うどんの種類は、うどん玉と釜玉うどんの2つある。うどん玉の場合は、冷水で締めたうどんで、釜玉うどんは、釜から揚げた温かいうどんだぜ。そして、具体的な丸亀製麺のメニューは、うどんが中心だ。焼きたて肉うどん、ぶっかけうどん、釜玉うどん、きつねうどんなど、様々な種類があるぞ。また、サイドメニューとして、海鮮や野菜の天ぷら、おむすびやいなり寿司など、うどんと一緒に食べられるものが揃えられてるんだ。うどんへの愛が溢れたお店ね。そんな丸亀製麺は、外国人にも人気がある。日本人からしたら欧州の人がうどんを食べることに驚きだけど、他国の人にとってもうどんは食べやすいようだな。外国人からの感想をいつくか紹介していくぜ。日本食の中でうどんが大好きです。丸亀製麺のクオリティは、麺が弾力があって、食べ応えがあり、感動しました。日本人よりも、うどん大好きな人じゃないの。まるで香川県民みたいだよな。でも、アメリカ出身の若者だぜ。よくぶっかけうどんに生卵をトッピングします。アメリカでは生卵を食べないけど、日本に来てからドハマりしました。卵の風味をしっかり味わえて良いんだ。生卵にカルチャーショックって感じね。生卵を食べるのなんて、日本人ぐらいだからな。このように丸亀製麺のうどんは、美味しいうどんを、リーズナブルに、手軽に食べられるのが、外国人の感動を呼び起こしているわけなんだぜ。うどんへの愛を世界中に広げていきたいわよ。6つ目は、カレーだぜ。日本のカレーは、イギリスから伝来したカレーを、日本人の味覚に合わせてアレンジしたものだ。国民的な食べ物になっていて、家庭でも手軽に食べられているよな。子供も大人もカレーライスが大好きだもの。また、日本のカレーはご飯を美味しく食べるために、野菜や肉などの具材がゴロゴロと入っていることが一般的だぜ。家庭料理だけど、お店のカレーはまた違うのよね。そうだな。ファストフードとしても、美味しくて優秀だぜ。有名チェーン店は、ココイチバンヤだな。ココイチのカレーは、辛さも選べて食べやすいわ。ココイチバンヤは、1981年に愛知県で創業したカレーチェーン店だ。現在、日本国内に約1250店舗を展開しているぞ。海外では、約210店舗、12カ国に進出してるんだぜ。ココイチバンヤのカレーは、日本のカレーの代表格とも言えるカレーとなっているぞ。確かに、ココイチを知らない人はあまりいないわね。だろ。ココイチバンヤのカレーは、ルーの種類がビーフとポークがあり、辛さも選ぶことが可能だ。また、トッピングも豊富にあるんだぜ。トッピング次第で全く違う味わいを楽しめるわ。ココイチバンヤのメニューは、カレーが中心だ。ルーの種類は、ポークカレー、甘口ポークカレー、ビーフカレー、ココイチベジカレー、ハッシュドビーフと5種類がある。ご飯の量も 150g から 900g 以上まで選べて、人それぞれ好みの量で食べることが可能になっているんだぜ。一番重要なのは、辛さだな。甘口、普通とあり、それ以上は、1から10辛までが選べるぞ。辛さって個人差があるけど、普通が一番美味しいわね。10から食べれる人は、すごいと思うぜ。あとは、トッピングを選べば、様々なカレーを食べることができるわけだ。例えば、野菜カレーにロースカツをトッピングすれば、野菜カツカレーだ。チーズカレーにソーセージをトッピングすれば、子供も大好きなチーズソーセージカレーね。そんなココイチバンヤは、外国人にも人気があるんだ。だから、12カ国も海外出店できているのよね。理由は、ココイチバンヤのカレーが、日本人だけでなく、外国人の味覚にも合うからだな。また、ココイチバンヤの価格は、比較的リーズナブルだろ。そして、手軽に美味しい日本のカレーを食べることができるのも理由の一つだ。タイなど、辛いものが好きな国にも合いそうね。7つ目は、ハンバーガーだぜ。本場はアメリカでしょ。もちろん、ハンバーガーの本場は、アメリカだぜ。だけど、日本のハンバーガーが美味しいと、外国人は驚いているんだ。ハンバーガーの起源は、13世紀に中央アジアに暮らしていた騎馬民族のタタール人だ。彼らが食べていたタルタルステーキ、馬肉のたたきが、ドイツのハンブルクに伝わってハンバーグステーキになった。日本のハンバーグの起源でもあるのよね。そうだぜ、そんなハンバーグステーキがアメリカに伝わり、19世紀には、ハンバーガーが誕生することとなる。ハンバーガーは、パンに牛肉のハンバーグを挟んだ食べ物だ。現在、アメリカでは国民食となっているぞ。しかも、ハンバーガーは、世界中で愛されている食べ物で、日本でも多くの人が食べているよな。やっぱり本場アメリカより感動されるなんて、大げさよ。いやいや、日本発祥のハンバーガーチェーン店の美味しさに、外国人は本当に驚いたんだぜ。それがモスバーガーだ。モスバーガーは、1972年に日本で創業したハンバーガーチェーン店だ。現在、日本国内に約1300店舗を展開し、海外には約460店舗あるんだぜ。そして、日本で人気のあるハンバーガーチェーン店の一つだ。日本マクドナルドに次ぎ、国内シェアは2位だしな。モスは、メニュー写真と同じものが出てくるのがすごいのよ。メニューの見た目、そのままが出てきて驚くぜ。モスバーガーのハンバーガーは、厳選素材の牛肉 100% のハンバーグを使用しており、野菜もたっぷり入っている。また、注文してから調理するので、熱々できたてが食べられるんだぜ。ファストフードには珍しいけど、だからこそ、高品質のハンバーガーが食べられるんだ。日本らしいメニューもあるのよね。モスバーガーには、日本独自のメニューがいくつかある。例えば、照り焼きバーガー、エビフィレオ、ライスバーガーというやつだな。照り焼きバーガーは、牛肉のパテに照り焼きソースをかけて焼いたハンバーガーだ。照り焼きは、日本独自だからな。ちなみに、ライスバーガーは、パンがご飯になっている。その他に、期間限定で半熟卵乗ったハンバーガーや月見バーガーも出たりしているぞ。モスバーガーは、素材の味が濃厚で美味しいのよ。まさにモスバーガーは、素材の味を大切にハンバーガーを作っているからな。素材自体も厳選されている。だから、モスバーガーは、外国人にも人気になった。ファストフードとしては少し違う方向性だが、高級志向で美味しいものが食べれるとして好評なんだ。実際、欧州の方は、ファストフードらしくない丁寧な調理に感動しているそうだぜ。日本らしい丁寧さが外国人の感動を呼び起こしたわけね。というわけで今回は以上だぜ。最後まで見てくれて、ありがとうな。チャンネル登録やコメントなども、ぜひよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。だぜ。